NMB 法廷の学園抜き打ち課題。忘れてましたね、一人。ヤギちゃんの意識。もう恥ずかしい。暴走してた。ほんまやね。あ、暴走特急やった。どこかどこかやねん。ちょっと大きい声出しただけや。いや、すごかった。恥ずかしい。どこかや。恥ずかしい。対決でございます。10敗したら罰ゲームで、なぎちゃんが8敗さえぴーが6敗、はい、8対6でございますから、はい、頑張ってください。今回のお題は図書館デートに誘い出す一言対決ですね、うん、夏休み真っただ中でも気になる男子に会いて、そこで図書館に一緒に行く約束をと言ってました。そういうことか。休みで図書館デートってね、したことないですね。やったことないわ。これは図書館デート。確かに社会人になってから図書館でお笑い の, そのネタ書いてるとかはたまにありますけどね。今もほんまたまにありますけど、図書館俺行ったことないんじゃん、人生。図書館めっちゃいいですよ、ほんまに。ただやから、で結構読める、読めるっていうか最近の本もいっぱいあるから。そうなんや。そう、全然もうあれ行ったらもう本買わんでええやんってなったら、もう何でも逆に。確かにね、まあ、そうそう、ちょっとそれはそれであかんしね、買わないと。さあ、はい、できたんですか。はい、はい、ありがとうございます。できた時ははいってもう見てあげてもらわないと、もうはい、はい、もう いつまで喋っていいのかよく分かんない。では今回はなぎちゃんからいきましょう。お願いします。なんなぁ、渚さ、アホやからさ、夏休み中にな、勉強したいねんか。だから図書館行きたいねんけど、もうすぐ帰りたくなっちゃうから、田中くんと一緒に行ったらさ、なんかずっといれる気がすんねん。っていうか、ずっと一緒にいたいから、いっぱい勉強できる気がするから、ついてきてくれへん？まあまあ、今度告白でしたけど、ちょっとだけ、まだちょっと自分でもハテナです。好きなんかなって、でも痛い。ハテナ、すごかったよ。アルファベットのハテナのやつ。恥ずかしい。歌詞。バレる。すぐバレる。HATA の方でしょ。HA-TE-NA のやつよ。そのハテナは。大文字のやつ。参った参った。うわ、言うて。古いねんて。やっぱ古いねん、人間が。似合うもん。似合う。言うてんのが。めっちゃ響きましたもん、この歌詞。かわいいって言ってたから、ずっと。ずっと言ってた。かわいい。そのような感じで攻めてみたい。さあ、では続いてサイピー行きましょう。お願いします。あ、宿題どうしよう。まだ手つけてなくてさ。もう終わった？え、すごいな。明日図書館でしようかな、どう思う？あ、でも忘れちゃいそう。手に書いといてくれへん？はい、ギュッ。忘れてなければ来てもいいよ。うん、ギュッっていうのは何？この書いて、はい、ギュッみたいな。手の音。はい。すごい。どっちがどっちに書いたんですか？書いてもらった。書いてもらった。もらったんですよね。あれ？いや、サイが書きました。え？あ、書いたの？書いたよ。あの、か。で、書きつけて。相手のやつ、相手の手に書いた。はい。書いて、ギュッてして、で、じゅ、これ忘れてなければ来てもいいよっていう。なるほど。なるほど。そんなんして、なんかちょっと思い出して、なんかそんなんしてくる人いたのな。え、女子ね。勝手にそう、ノートに書いたりとか、手に書いたりとか。確かに。さあ、一瞬思い出したのか。では、どちらが良かったか。あれ、なくちゃどんなんでしたっけ。あ、なんか、あ、ファーってやったやったー、よっしゃ、もう一回やりますか。ファーってやった。あれ、むくせんじゃな、どうしよう。さあ、ではちょっと思い出してください。ドラムロールお願いします。めっちゃ良かったです。最後によっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。これぐらいやぞという方がいいんちゃう。いや、現実にそんなんされたら引きません。現実にされたら俺は別にいいと思う。それは顔によるだから。ああ、確かに。そう、というか、じゃあ、やっぱりそう、うん、仕方ない。それはもう顔、うん、顔によるけども。いやらしい。キャラにも、顔とかキャラとかに、そんなに腹立つ感じになれへんと思う。これはでも嬉しいんじゃ、やられたら男性は。意外と
なぎちゃんちょっと意味わからんかったけども。何でですか？ずっと一緒にっていうかずっと一緒にいたいしみたいな。めちゃくちゃ告白やから。恥ずかしい。もういいですか？恥ずかしいですねこれね、ほんま。シンプルにシンプルにそのさえ様のは良かったっていう今日のは、うん、僕的にはね。嬉しい。うん、良かったと思います。出ました。絶対次負け。え？絶対次負け。もうそうやね。もう負けや。もうだ次のオープニングでもやったらええねん、もう罰ゲーム。ギャーから始まって。そうやね。あ、それ結構聞いてる人も楽しいかも。うわーってな。もういいや、またあのビリビリじゃないですか。どんなラジオ？エネルギーファイティング学園、こちら、モンスターエンジン組。うわーいや、流行るで、それ。事故や。事故や、もうあれほんまに。事故ラジオ。ただの事故。さあ、というわけで9対6ですから。来週決まるかもしれません。頑張ってください。というわけで NMB 法人学園抜き打ち課程でした。さあ、というわけで下校の時間となりました、はい、今日の授業はどうでしたか？はい、はい、まあ朗読をやったりとか、はい、どんなにしました？お墓参り。お墓参り、お墓参りね、やりましたね。うん、対決やな結局は。決まってるんですか罰ゲーム？まだ決まってないですよね。お、何でもいいねんけども。急に最後の方にバババババンって負け出したな。いい感じやった。いやでも告白もう一回ちょっと言ってみてもらっていいですか？おさらい。ちょっとほとんど告白薄すぎて忘れてるわ。ちょっといや、これリアル私みたいな感じ。リアル私。リアルに私。あ、自分の、はい、初めて聞いた言葉なんですけど、ある言葉みたいに。リアル私。リアル私。私リアルな状態で何か渡すんかなってちょっと思ったけど。そっちの私。リアル私、自分、自分でしょ。分かった分かった。だとしたら、はい、あのさ、ネギさ、アホやからさ、夏休み勉強したいねんけど、いつも集中できなくてすぐ帰りたくなっちゃうから、田中くん一緒にいたらずっと一緒にいれる気がすんねん。田中くんとやったらっていうか痛いから一緒に行ってくれへん？うん、まあね、なんかそうやな、まあまあストレートな感じではあんねんけども、それやとその今日のさえ様には語れへんよっていう。ぶち切れてる今。全然違うとこ見てる。メモさん、そうですよねとか言うてくれるんかな思ったら。他の候補があったってこと？それを見てるんですか今？あら、もう違う。お前らはもう知らんってこと。なんでだ。ぶち切れてる。こんなことある？もう台本ひたすら読んで。ダメですよ。いやだからそのね、さえぴよかったから。やったー。うん。これはいいやつが仕方ないね、もうね。なあ、それは、うん、もうそれはね、もうそれは帰ったかな。タクシー呼んだ。こんな先輩無視してちゃんと怒ることあんの？最後の次のお便り練習してる。一番最後の読むところ確認してるんですか？いや、いつものいつものところやから全然大丈夫。そんな大丈夫、練習してそんな確認いらないですもん、それは。いや、だから対決のこと言ってるんですよ今。なぎささん、なぎさの番やね。なぎささん、うん、ひねりがないからもう、うん、ああ確かにな、もうちょっとなんか、うん、なんか確かに、うん、ワン一個ひねりがあると、あなたのこと言ってるんですよ今日の答えでも一、うん、つひねりがあることによって、うん、そう、まあ勝てたんじゃないかっていうね。そうですよ。思った思った。練習で先、練習でもうた。さようなら。そんなとこ練習いらん。さようならの練習なんて。一人だけ先に。大林さんとかも終わらせて。さようなら。一人だけ先に終わるってな。小さい声で先終わる。しっかり終わってた今。どんな楽なラジオ。そこ読んだ経営が。なんちゅうルール。そこ読んだら分かっていいというやり方。
頑張ってね。だから頑張ります。はい、はい、というわけで、はい、最後にお便り募集のお知らせです。はい、この番組ではあなたからのお便りを募集しています。番組の感想、こんな授業をやってほしいといったご意見など何でも OK です。人生一度やってみたい禁断の横吠えのお便りをお待ちしています。宛先は E メールは nmb@abc1008.com、 おはがきは郵便番号 530-8010、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。たくさんのお便りお待ちしています。はい、というわけで NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日はここまで。さようなら。ここや。